こんにちは。税理専門税理士川南です。本日の動画は、個人事業主フリーランスなら一度はつまずくあの勘定科目について。この勘定科目の使い方がわからない、また金額が多くなりすぎちゃっても大丈夫なの、そんな不安な声が聞こえてきますので、本日は個人事業主独特の勘定科目、事業主貸し事業主仮勘定について解説していきます。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS をやっております。またですね、ビジネス本2冊出版しております。すべて概要欄のリンクから飛べるようになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。では早速、あの勘定科目について、本日は疑問を解消すべき、一緒に勉強していきましょう。特殊な勘定科目、事業主勘定、使いすぎや金額が膨れ上がるのって NG なのどうなの、その疑問について解消していきたいと思います。本日の内容です。本日は使えると便利な個人事業主独自の勘定科目について、どうやって使う科目なのか、基本的な項目から順番に紹介していきます。まず最初に、事業主勘定とはどういったものなのか、そして次に実際どういった場面でこの勘定科目を使うのか、そして最終的にこの勘定科目ってどうなるのか、確定申告書の用紙を実際見ながら解説します。そして最後、皆さんが気になるだろう、事業主勘定が多すぎても大丈夫なの、どうしてこの勘定科目が多くなっちゃうのか、その要因について紹介します。本日このような流れで進んでいきますので、最後までぜひご覧になってください。またチャンネル登録もお待ちしております。はい、それではまず一番の基本、事業主勘定とはどういったものなのか解説します。まずこちらの今日紹介する勘定科目は、個人事業主のみが使用します。法人株式会社ではですね、出てこない科目になります。個人事業主独特の科目になります。しかしこちらを使いこなせると非常に便利な科目ですので、ぜひマスターしてほしい科目になります。はい、読み方なんですけど、事業主貸しと読んで、もう片方、事業主仮勘定、この2つの勘定科目を事業主勘定というふうに言います。この2つ似ていますが、少し使い方変わってきますので、しっかりと押さえてください。そして似ているがゆえにですね、どっちがどっちだったっけというふうにごちゃごちゃになりがちですので、しっかり押さえておきましょう。もうちょっとね、パッと見どっちがどっちか分かりやすいような名前だったらいいなっていうふうに思うんですけど、事業主貸し、事業主借りというふうにね、ちょっとややこしい読み方と一緒に見えがちですので、皆さんお気をつけください。この2つの勘定科目どうしてあるのか、基本ルールはこちらになります。仕事とプライベートのお金を区別するために必要な勘定科目になります。個人事業主フリーランスはですね、仕事と生活費、プライベートのお金がどうしてもごちゃごちゃになったりとか、両方において関わってくるってケースがあります。それをうまく処理ための勘定科目、お金の区別をするための勘定科目として、この2つを使っていくっていうのが基本ルールになりますので、まずそこしっかり押さえてください。では次に、ここだけ聞いただけじゃよくわからないということで、もう少しイメージ図を使ってイメージを膨らましていきましょう。はい、こちらの図を見てください。事業主貸しと事業主借りのイメージです。このイメージを頭に描きながら、この後のスライド、また自分が経理処理するときにですね、イメージしていただけるとスムーズにいく可能性が上がるんじゃないかということで紹介をします。こちら左側がお店のお金、自分がビジネスをしている経営しているお店のお金があります。そしてこちら側にですね、個人の、プライベートの生活費というものがあると思います。こちらが個人のプライベートのお金、こちら側がお店の方のお金というふうになってます。そしてこのお店のお金をですね、生活費としてプライベートや生活費にお金を持っていくってことが絶対に発生します。これをイメージすると、お金を事業主に貸す、また事業主に生活費として払うというようなイメージを持っていただけるといいんじゃないかと思います。そして逆にですね、自分のプライベートのお金、個人が持っているお金をビジネス、お店の方に行って一旦貸し出すっていうこともね、起こり得ると思います。そのお金のやり取り、要は仕事のお金と自分のお金との間を橋渡しする勘定科目、それが事業主貸し、事業主借りというようなイメージを持っていただけると分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。こちらの図を頭に描きながら、この後のスライドも見ていただければいいかなというふうに思いますので、しっかりとここね、ちょっと頭の片隅に置きながら進んでいってください。このようにこの勘定科目はビジネスのお金と個人
のお金のやり取りをする便利な勘定科目というふうなことが言えます。上の状況をもう少しね解説しますと、事業のお金を自分のために使用するということになります。お店のお金を、個人事業主は給料が出ませんので、生活としてお店のお金を持ってく、引き出すというようなイメージですね。逆に2がですね、事業主借りというのは、事業に必要なお金を個人のお金から持ってくる、使用するために資金移動をしたというふうにイメージしていただけるといいかと思います。この2番の具体的な例はまたこの後のスライドで紹介しますが、例えば支払いがある時にですね、ちょっと通帳の残高が足らないという時に、個人の方から一旦入金をしておいて、売上が上がった時にまた返すっていう時することがね、個人事業主の場合あると思うんですけど、そういった場合に使います。具体的使い方順番に見ていきましょう。まず事業主貸しの使い方から解説していきます。実際の仕分けを用いて解説していきますね。こちらまず一つ目のパターン、事業用の口座から生活費8万円を引き出した。この時どのように経理処理をすればいいのか、こちらになります。6月の10日に事業主貸し8万円、そして今回は事業用の口座から生活費を出してますので、普通預金8万円というふうになります。そして適用欄などに分かるように、個人の生活費というようなメモを取っておくようにしましょう。こういったように事業用のお金を生活費、また自分がねプライベートで使うお金の資金を持ってく時に、この事業主貸し勘定を使います。では次のパターンです。事業のカードで1万円分の個人的な買い物をした、こういったケースも出てくるかと思います。こういった時にどのような経理処理をするのかと言いますと、こちらになります。6月の20日事業主貸し1万円、そして相手科目は未払い金となります。そしてこちら適用欄は個人の買い物〇〇カードのような感じでメモをしておくと、後から見直した時に分かりやすいんじゃないでしょうか。事業のカードでついね間違えたりとか、たまたまこのカードをね持っていなかった、仕事用のカードしか持ってなかったって時にですね、個人的な買い物をしてしまった場合に、事業主貸しという勘定科目を使って経費じゃないよということで計上を外せるというような仕組みになっております。今紹介したこの未払い金という勘定科目なんですけど、こちら前回の動画でですね、カードの未払い金を使った経理処理の方法を紹介しております。こちらの動画になりますので、ここがまずわからないという方はですね、ぜひ前回の動画に戻っていただいて、カード決済について勉強してからまた戻ってきてください。今紹介したのが大きく2つの方法になるんですけど、それ以外でも事業主勘定を使う時というのがあります。ざっと例を挙げていきますので、次のスライドを見てください。はい、先ほど紹介した以外に事業主貸し勘定を処理する例です。順番に見ていきましょう。まず1つ目が個人の生活費の支出、これ先ほどね実際の経理処理で紹介したパターンになります。その他、国民健康保険料や国民年金の保険料、これらも事業主貸し勘定を使います。その次にイデコやニーサなどの投資、こちらも事業主勘定を使います。ふるさと納税などの寄付金も該当します。また生命保険料を払っているって場合にもですね、事業主貸し勘定を使うことになります。そしてポイント、事業に関係のない支払い、先ほどのカードの例が該当してきます。事業に関係のない支払いの場合には事業主貸し勘定を使います。またもう一つ最後、こちらもご注意ください。住宅ローンの返済も自分のプライベートの住宅の支払いになりますので、こちらも事業主勘定を用いるということになります。1点注意点なんですけど、こちらは事業用の口座でこういったものを今ピックアップしたものが引かれている場合に使うということになります。プライベートの方の通帳から落としている場合にはですね、そもそもそのプライベートの通帳というのはビジネスの会計ソフトなどに入力したり、また記帳するってことがありません。記帳する必要がない方の方が多いと思いますので、その場合には考えなくてもいいです。事業用の口座から引き落としされているような場合には、この今ピックアップしたものを事業主貸し勘定で処理をしてください。今羅列したものを一言でまとめますと、ビジネスには関係がない支払いっていうことになるかと思います。ではもう一つ、次の勘定科目、事業主借り勘定について実際の例と、またどういった時に使うのかピックアップしていきます。はい、事業主借り勘定です。例を挙げます。生活費から、プライベートのお金から5万円を事業用口座に入金したというケースです。先ほどとは逆になりますね。生活費から5万円を事業用の口座へ入金した。その時にはですね、9月の10日、普通預金5万円、そして相手勘定科目が事業主借り5万円となります。適用欄にはですね、個人から入金というように分かりやすいメモをしておくようにしましょう。このように、生活、プライベートの方から事業用口座へ資金を移動したい場合に、事業主借りという勘定を使うというふうに覚えておくといいかと思います。ではもう一つのパターン、こちらもよくあるパターンで、皆さんがよく質問が私にね飛んでくる項目になります。
事業用口座に利息がついて30円が入金されていたケースです。こちら、この利息どうやって記帳すればいいですか、入力すればいいですか、皆さんよく質問が来ます。こちらになります。6月の20日、普通預金に30円増えていたということで、普通預金30円、相手勘定科目は事業主借り30円、そして適用欄にはですね、利息というように分かるようにメモをしておきましょう。このように事業用口座に利息が入ってきた場合には、この事業主勘定を使って処理をします。では次に、これ以外にどういった時にこの勘定科目を使うのか、ピックアップしたスライドは次になります。事業主借り勘定で処理する例ということで挙げます。はい、先ほど例に出したものになります。普通預金ビジネス用の口座にですね、利息や配当金がついた場合、この事業主借り勘定を使います。そして次、プライベートのお金を事業に借りた場合、これ先ほど紹介した1つ目のパターンになりますね。生活費から5万円を事業用の口座に資金移動したという場合が、ここのケースに該当します。その他のものとして、事業用のものを個人のお金で購入したケースも、この事業主借り勘定を使います。またその他、生命保険の満期の解約金など、そして副業をされている方で給料のね、入金があるとか、事業以外の収入、不動産収入があるとか、雑所得があるという場合にはですね、これもまた同じく事業主借り勘定を使って経理処理をします。今羅列したものをピックアップしたものをよく使いますので、しっかりと押さえておきましょう。このように事業主貸し、事業主借り、この2つの勘定科目を使用できるようにならないとですね、正しい経理、正しい確定申告書、なかなか出来上がりません。数字がずれる要因となりますので、皆さんしっかりとこの2つの勘定科目は理解をする、押さえておくということをお勧めします。では次に、この2つの勘定科目が最終的にどこに記載され、最後はどのようになるのかというところを紹介したいと思います。次のスライドを見てください。はい、確定申告の時のこの2つの勘定科目の処理について、実際の用紙の方を見ながら解説したいと思います。こちら、確定申告書の貸借対照表、税務署に提出する4枚目の用紙になるんですけど、こちら赤枠のところを見てください。ここの赤枠の中に事業主貸し、ここに事業主借りという勘定科目印刷されているのを確認できていますでしょうか。こちらのところにですね、数字を記入します。こちらが1年分集計した合計金額を記入することになります。そしてこの事業主勘定なんですけど、実は所得や税金には影響はありません。ここ一つ押さえておいてください。そしてこちらの2つの勘定科目はですね、この確定申告の時に数字を記載するんですけども、翌年実は相殺されてゼロになります。ちょっとゼロになるというと語弊があるかもしれませんけど、事業主貸しと事業主借りを相殺してですね、その残った科目は差額分は元入れ金として処理されます。こちら会計ソフトや国税庁が発表しているね、e-tax など使っていますと自動的に反映されてきますので、皆さんそこまでですね、意識したりとか気をつけないといけない点ではないと思います。手書きで確定申告書を作ってるって方はですね、しっかりとこちら相殺して元入れ金に入れるっていう作業をしなければいけませんが、今ほとんどの方ですね、会計ソフトなり e-tax など使って申告している方が7割から8割ぐらいになってますので、そういったものをうまく活用して、この2つの勘定科目を相殺して元入れ金に入れるっていう作業負担をですね、少しでも減らせればというふうに思います。仕組みとしては簡単に説明するとこのようになっています。そしてこの今解説した相殺して元入れ金にするというには、実はね、この計算式っていうものがあります。この計算式どうやって計算するのか、そこまで知りたい、興味があるという方はですね、ぜひこちらのところ調べると出てきますので、興味ある方はぜひ一度調べてみるのもありかと思います。基本的にポイントは所得や税金に影響がないということ、そしてこの2つの科目は相殺されて次の年度の時には元入れ金で処理をするということだけ押さえておけばいいんじゃないかなというふうに個人的に思っております。では次に、こちらの事業主勘定科目がなんか金額が多くなってるかもっていうような不安を感じる方多いと思います。この金額があからさまに多いとか少ないとか、アンバランスなんだけどっていう時、これは税務調査のね、対象になるのか、引っかかるのかなというふうになって不安になる方いるかと思うんですけど、それについて次紹介します。はい、事業主勘定が多いケースっていうのがね、出てくるかと思います。これ結論を言いますと、そこまで気にすることはないんですよってことです。事業主勘定が多いからといって税務調査に入るっていうことはありません。もちろん一つの判断基準として見られはしますが、そこが多いからじゃあイコール税務調査っていうことはありません。まあ、そこまで心配しなくてもいいかなと思います。では次に、この事業主勘定が多くなる要因ってどういったことなのか、ちょっとね、一部イメージとして、紹介していきたいと思います。
ます。まず一つ目の要因ですね。事業所得、利益より多くお金を引き出しているというようなケースです。売上から経費を引いた事業所得、ここが儲け、利益と呼ばれるものなんですけど、そこの1年ビジネスをして儲けた金額よりも生活費の方が多くなっていると、こういった事業主勘定が多くなったりするケースがあります。これどういったことかと言いますと、稼いだ金額よりもね、生活費が多くかかっているというケースになります。こちらよくあるのがですね、お子さんがいらっしゃって、お子さんが高校生、大学生などお金がかかる時期という時にもね、こういったケースになりやすいです。自分が稼いでいる利益、所得よりも生活費の方が多くなってくると、こういったケースが出てくる可能性が高いです。そして二つ目、もう一点原因紹介しておきます。減価償却など、高額の、車なり機械なり何かを購入した場合ですね。よくあるのが、車の購入をしたケースが、これにね、該当する方多い気がします。事業用にある通帳から全額車の購入にかかる費用を引き出せてたらいいんですけど、皆さん別の生活費の中で貯金している方、要は個人の貯金、プライベートの貯金から一部持ってきたりして車のね購入費用に当ててたりするわけですよ。例えば頭金を生活費の方で貯金しているところから持ってきたっていうケースあるかと思います。そうしますとやっぱりその車の金額というのはね、数千円とか数万円ではありませんので、それが要因で事業主勘定が多くなっているっていうようなケースもあります。そしてこのね、二つの要素が両方発生しているって方もいますし、この年度によってバラバラになります。大きな要因として考えれるのがこのあたり。はい、そしてこの事業主勘定が多かったり少なすぎたりしてもですね、そこまで心配はいりません。それどうしてかというと、先ほども紹介したように、所得や税金には影響がないからです。この事業主勘定、不思議ですよね。どうして所得や税金に影響がないのかっていうね、疑問を持つ方いると思うんですけど、ここちょっと理解するにはですね、実際に経理を処理してみて、事業主勘定を使ってみて、最後総括総算して元入れ金になるんだっていうところが分かって、初めて腑に落ちるっていうことになりますので、まず一旦初心者の方とかよく分かってない状況の方は、一旦こう飲み込んでですね、こういう時に事業主勘定を使えばいいんだということで、後々きっといつか分かる時が来ますので、とにかく事業主勘定が多いとか少ないとか、元入れ金が多すぎるとかマイナスなんですっていうのになっていてもですね、そこまで心配することはありません。そしてさっきも言ったように、もう一つ、翌年相殺されてゼロになりまして元入金の方に処理されますので、こういったケースが出たとしてもですね、そこまで心配しなくてもいいという結論です。もちろん一点だけ気をつけなければいけないんですけども、こちら、売上が入金されているのに事業主仮で処理してるっていう風に売上を抜く行為は脱税になりますので、これは間違った処理になりますので、その点は絶対にしないようにお気をつけください。というわけで、本日は個人事業主が引っかかりやすい、また使えるようになると便利な事業主勘定について解説させていただきました。私はオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしていまして、メリットが4つあります。順番に紹介していきます。オンラインサロンについては概要欄に詳細ありますので、そちらのホームページにぜひ覗いてみてください。まず一つ目のメリット、専門家に質問と相談がいつでもすることができます。こちら、文章で質問をしていただいて、私がそれに対してコメントで文章で答える、チャットのようなイメージだと思ってください。そして二つ目、起業家コミュニティが利用できます。メンバー全員、当たり前なんですけど、起業家、経営者の方が圧倒的ほとんどです。副業されている方もいますし、これから起業するっていう方もメンバーさんにいらっしゃいます。情報交換ができるということで非常に好評です。三つ目、記事の購読権利がついています。私、平日毎日ビジネスや経理、税金に関わる記事を投稿してます。その記事を読める権利というのはオンラインサロンメンバーのみの特典となっております。そして4つ目、これもサロンメンバー限定のサービスになります。こちらの特典は、定期的に開催するズームサロンの参加権利になります。ズームで直接私に質問相談することもできますし、他のメンバーさんに質問相談したり、また情報共有ができる、情報交換ができるということで非常に好評です。こちら4つのメリットありますので、ぜひ入会の方ご検討ください。参加お待ちしております。はい、というわけで、私の YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひお願いします。またいいねや高評価ボタンしてもらえると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。その他 SNS も概要欄から飛べるようになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。
はい、というわけで本日の動画は皆さんが疑問、なかなかここね腑に落ちる、理解にするのがね難しい、この事業主仮勘定と事業主貸勘定、この2つの勘定科目について紹介させていただきました。何かね参考になったり、ちょっとね分かるようになったかもというようなサポートになると幸いです。私の YouTube はこういった個人事業主フリーランスの方をメインに役に立つ動画投稿していってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また引き続きお役に立てるような動画出すように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。本日の動画は以上になります。自営業専門税理士神波でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。